で、結局ね、このちょっと前にね、あれ、竹村正義さん、亡くなってなかったんや、あれって言ったら、覚えてんね。前も言ったことあるから。つまりね、竹村正義さんが生きてる次元はうちわに来てるわけだけどね。竹村正義さんが亡くなった次元は、うち殺された次元や。実は。まあ、竹村正義さんが亡くなった次元でもうちが生きてる次元はちょっとあったけど、それ悲惨やって。そこには絶対火事回さへんねん。安倍さんはな。つまり竹村正義さんが来てたらその次元なんで、ちょっと前は死んであった。亡くなった次元やって。そっか、やばい次元やってんで。ところがね、その次元な手当てしたわけ、うちが。何かって、令和をストップさせたよ。令和、維新と令和にブレーキ思いっきりかけたってよ。それで、あの次元は、阿鼻叫喚じゃなくなって、阿鼻叫喚、地味明瞭になっとってん、実は。維新と令和が勝っとったら。それを食い止めて。で、お役ごめんじゃないけど、もうその次元もういいからね。一気にやっちゃダメだよ、ってこと。漆塗りのようにちょっとずつちょっとずつ手直しするべき。手直しできるのかね、できるよ。病気直してるのもんねんか、自分の体は。例えで言うと。じゃあ、変えたら変えなかった歴史ってできないんですかって、その、シュレジンガー的に、宇宙物理学的に、引用学的に、相対性理論的に、できんの。でも、うちのマトロシカじゃないの、それは。だって、他の人が原因でそうなってしまってんから、その部分を排除したら、その部分の原因の人のマトロシカに、その部分の原因が、その事件が、ポンって言ってしまうり、そっちの親切よりも、こっちに来るのが無理やねん、それは。そういうことやん。でも、一気に全部、ね、いや直さんといて、疲れる人は回って、くたくたやったやろ。うちがくたくたや、もうあかんと思ったらみんなもしんどんなるから、安倍さんがパーンと次元変えてくる。うちが生きてる次元でね。竹村正義さんが生きとったら、うちは生きてる、ね。さあ、次の政権は、竹村正義さんが亡くなった次元に、大いに火事取ろうとすると、死んでんねん。40年後に、世界が死ぬ。そいつら、それでも構えんやつらやねん。だから宇宙大犯罪者やねん。石破茂グループね。これが逮捕されるわけ。地上の警察に、の可能性もある、今度は。今回だけは。変わってるやろ。普通は宇宙警察に逮捕されて終わりやったけどな。未来警察か。なっちゃうわ。タイムパトロールか。に逮捕される。工事法違反だよ。じゃあね、あんねん、ちゃんと。随分未来だね。もう人類の歴史行ってんねんから。過去を手直ししに来たって言ってるやろ、ずっと。で、過去の世界の大犯罪者、石破茂の逮捕を狙ってる。ええー、ね、オーディンとフリーグの着なんちゃうの？うん、違う。オーディンとフリーグの着なんとベルディン、バルディンやんか。バルドルちゃうね。というわけでバルドルの逮捕されるわけ。石橋ゲルのことね。で、じゃあバレンタインがイエス・キリストの原型っていうのは嘘なんですかと。あ、それは本当。そやけど、イエス・キリスト自体は、その名前自体はジーク・リードが原型。だから、あれはバレンタイン神話やし、キリスト教ちゃうねん。バレンタイン教やねん、あれは。で、キリスト教ちゃうねん、バレンタイン。でしょまあ、中身はキリスト教やけどな、考え方は。じゃあ、イエス・キリストって誰のこと？ジーク・リードのことやから。な、じゃあ、バレンタインらの、信仰していた、その、なんていうかな、エシュア？エシュア・メシュアか。あれはイエス・キリストじゃないの。ただ、エシュア・メシュアが、もう、生とかイエスなのかもしれんけど、ね、ギリシャ語ではイエス・キリストだからな。だけど、イエス・キリストってギリシャ語はもともと、まあ、ゲルマン語っていうか、ヘルマン語の、要するにバビロニア語のジーブリードのことや。で、エスじゃシゲル、ソエルっていうのも別に関係ないの、キリスト教とは。エスじゃないから、キリスト教はもともと、バルドル教やし、バルドル教って聞いたことあるよ、なんか。で、あとあれや、バレンタインでもあるし、あれも、オルペウス教ってやつ、あっち。つまりカーニバリズムやな、バルドル教は。あれそれカニバリズムやめようって言うときながら、キリスト教、ラストシーン、カニバリズムやろ。なんか変やろ、嘘ついてるとわけあるやないですか。じゃあ、イエス・キリストは本当はジークリーとか言って、何をしようったんですかって言ったら、カニバリズムはやめようってやめさせていただいて。ところが、バルドゥルがその真似したら処刑されるわけ。それが
みんな知ってる方のイエス・キリスト。で、クー・フリンっていう人は、その牛殺しのクー・フリン。クー・フリン。ジーク・フリンじゃなくて、ジー・クフリーだよ。な、イエス・キリストの原型ってわかるけど、名前だけ、ジー・クフリード。な、で、牛殺しの、クーフリン。G の部分また、まあ、牛かな、とか、適当なこと言うけど。ただ、アイルランド語ってなんか中国語とよう似てるでしょ。で、それとドイツ語も結構中国語と似てるんだけどね。まあまあ、それは置いといて。で、結局、その、タイムマシン、もし使われても、この家だけは次元変わらへんってことはあるよ、もちろん。この次元、この家だけはうちが常に生きてる次元に、チューニングできるね。それが、アマーがたくさん買ってた、ゲーム版。まあ、ロールプレイも含めて、ゲーム版。あれで素粒子が、アマーの望むように動くから、アマーは常に生きてるわけ。アマーの家の中だけはね。外に出たらアマーは死んでますかって。死んでるはずやろ。ちゃうもん。アマホが生きてた次元しか行かれへん、まあまあ。そりゃそうでしょ。死んでた次元には行かれへんな、アマホの体は。そりゃそうでしょ。じゃあ、アマホが歩いたら、歩いたところはアマホが生きてた次元になる。で、アマホが通り過ぎたら、どの次元に戻るか分からへん。じゃあ、アマホが歩く前の次元に戻りますかって言ったら、そんな保証もない。そこを通った時のアマホが何考えてたかとか。直前にどんなゲーム買ったかとか、どんな本買ったかによるやろ。だと、どんな服か、今日。どういう哲学なんだろう、あの衣装って。誰かがちょっとでも思ったね。うわ、あんな服着たあの人、どんな神経かしらっていうのを、あの人どういう哲学だろうと。本質的には同じんだから。その服で雨が歩いた後は、その哲学の次元になるんだから。じゃあ、マンドからゲーム取り上げろってなるんか。それ、あれ、窃盗行為とかって、住居不法侵入。な。で、だけどな、それ電子ゲーム、まあこんな、ネットゲームか。ネットゲームの方が素粒子を混乱させれるよ。そうそうそう。素粒子を、要するに、釘心もパチンコの釘と一緒やから。ゲーム版の。まあネットゲームも基本そうやけど。じゃあ素粒子がパチンコ玉に相当するかってことや。で、じゃあネットゲーム。電源入ってんときは動いてんけど、その家ではね。でも、微弱電流流れてるでしょ。でも、そのアプリは立ち上げてんかなと言いながら、立ち上げてなくても勝手に作動したりするのよ、そんなの。それが、フォトレジストの特徴やね。プリント基板の特徴やね。それ以前はそんななかった。プリント基板、フォトレジストになってから、立ち上げてないのに動いてる。例えば、セキュリティソフトとかによっては、そういった、そんな系統の管理ソフトによっては、立ち上げてないはずのアプリになんか電気吸われてますみたいな書いてあるやろ。そうやねん。それがフォトデレジストの特徴やねん。いわゆるプリント基板の特徴やねん。垣根がないねん、電子回路に。ないやろ、見たことない。でも、垣根いうか、超えられない文脈がないねん、フォトレジストは。印刷やから。G と G の間には。ってことは、陶磁器で、素粒子を操作できるし、混乱もさせられない。くっそ、立ち見めえやろそういうのな、セラミックだけじゃなくて、ちゃんと顔料で、電子回路書いてないとね。絵付け、大事やな。はじめは絵付けの中心地やって。まあまあ絵描けるけど、巻き並み、まり、イラストレイヤスみたいに。あの人、イラスト描けるのほんで。な、それは絵として、じゃあ、みんなもゲーム版買ったら、こんなさせれるのさせれるよ。それでもこの街だったらお辞儀の方がいいけどね。で、それはそれとして、じゃあみんな、めいめいできんねん。だから、すっごい魔界が変やねん、立ち見の魔界。なんかもう、ゲームの、ロールプレインゲームのなんかもう、魔界都市みたいに、まあ、そこまでいかんけど、冒険できるような都市みたいになってるけど、実際歩いて冒険して、だそんな、なぁ、なってないのよ、弱い人は。気をつけろ、多治見には。京都みたいに町衆がしっかり次元管理してへんからな、多治見は。町衆同士がちゃんと神戸付き合わせで喋ってへんからな。次はどういう配置にしようのか。そんな鍵ないからな、京都と違って。京都はその鍵してる人守られてんのよ。なんでかって言ったら、
このヤクザも暴力団もそれ守ってるし、しかもどの町内にも町衆の一人は必ず元公家やもん。な、それ強いシステムに京都はそれ。京都だけ、京都だけ。くっそやろ。でも意味ないよね。京都だけじゃないね。京都出身の家系がすごい影響を与えれるようなレベルですかな。と思うで、きっと。まあまあ、藤原には。少なくとも藤原には影響を与える。日本には藤原4000万人ぐらいおるけどね。めっちゃ与えるやん、めっちゃ与える。京都地吸ってます。これ特徴持ってる。奈良も、その、一種。まあ、奈良はそこまでは管理されてない。管理したこと難しいな、これ多分、と思います。いろんな勢力の、その、あれが、規模がでかいからね。奈良におる勢力、一個一個。京都は割とゾロゾロにある。意外とね。藤原がだけ、勝った、最後は勝ったって、意味も関係あるかもしれんけど、藤原って人、一種類のかけちゃうから、一種類の血筋ちゃうから、ね。それでも、まあ、連合しようと思ったら、加藤も藤原じゃないんやけど、実は加藤って藤原系じゃないんやけど、ちゃんと藤原と表層が取れる、そのポイントもあることはあるんやって、加藤って。まあ、私もね、加藤やったら多いけどね。カルディアスってね。で、まあ、そんなん、それらすべても、族長がおつじけど、うちやから。誰が加藤が、うちはうちやねん。そらな。せやけど、その、まあ、アナログの現場の時は、電源が、まあ一応、あるもないも関係ないや。でも、それはソリューション、それをどこまで管理できますかって、それにその理解できるんですかっていうのもある。そうやねん。だからそういう欠点はあるよね。でも何よりマシやし、電源なくても置いたら作動する。それよりかは当時機能がもっと強力的、強力やけど。いや、そんなに、絵付けにおいて、複雑な指令出せますか？だから出せはしないよね。うちは当時機能いっぱい持ってるけど、昔から持ってるし、ね、持ってきてるし、こっちに。な、大阪時代に買ったものを持ってきてます、こっちに。母からもらって、相続したものも、あ、まだ死んでないや。まあまあ、生前贈与を受けたものも持ってきてます。面白いやろ？うちって。ギッ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 。それはそれとして、あとはね、いろんなうちの、あの、地域冷却システム、お水がね。で、特に宝石をね、水槽に入れて水をバーッと叩くと、神々が美味しい美味しい、コクコクと飲みあるし、高度高いもの大好きだからな、神々が。特に宝石の、あの、泉、猫ちゃんの水ピャーって出るやつやね。猫の水も、あ、この宝石って、うん、一日も待たず蒸発するみたいな。なんだかと宝石が原因やろ。怖いわ、怖いわやろ。それってあれ、ニューエルトラスのあの技術を食べんの？で、それとね、もう一個、シッダル打法っていうのがある。これはなんだ？タイムマシン。シッダル打法。怖いぞ。何を使うか。ミトコンドリア。最後まで。だから、修行生って言ってるけど、シッダルドは修行してくれ、死にはさせなかったって言ってたのがあるやろ。ミトコンドリア、トンネル効果ありそうやな、あれ。クーって下手して、ミトコンドリアの中のこと言うか。仏教は、言葉だけにてあるものならじと、知れば知るほど、空恐ろしきかな、あ、空恐ろしきかな、聞いたことある？この線流、まあいいや、神経交配とか違うね。で、まあそんな感じで、まあしまっていかー、やだしまわないよ。アマの権力やもこれが。なんでかって、みんなはいざ知らず、皆さんの所有所有者は常にアマを向いてるからやの、なんでしょう。向くから行くから行くから行くから、あ、楽、楽してる、楽してる、うわ、命令、命令を命令、命令、命令、命令を命令、そう、あ、分かった、オリジナルの命令を命令、他人に命令していいんだな、あまり命令していいんだな、うん、違う、何それ、何それ、何それ、質問するんじゃなかった、違うって言われたことね、指令なら書いてます。命令、命令が指令なわけないやん。それはまるであれみたいな。ボディブロー、ボディブローみたいな。手も動いてる。動いてるじゃん。ボディブロー、ボディブローか。ボディブロー、ボディブロー。ボディブロー、これ。こんなボディブローしたら、そのうちこと気温のちゃうから。うわぁ、最低じじいパク